メートルを通過いたしました。そしてその外目にいるのがキャットコインです。そして最後方少し置かれるような形、18番のクールホタルビ。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点へとかかります。先手を奪っているのはレッツゴードンキ、レッツゴードンキ1馬身半のリード、2番手にノットフォーマルがつけております。これから4コーナーです。外からアースライズが3番手から2番手に上がろうとしています。連れて上がっていったのがローデッド。ローデッドもポジションを上げていきました。その内からはゼッケン2番をつけましたムーンエクスプレス。第4コーナーカーブからさあ直線コースへと向かってまいります。まだルージュバックは後方、まだルージュバックは後方です。さあ前の争いですが、レッツゴードンキ先頭だ、レッツゴードンキ先頭だ、突き放している2馬身とリードを取った。 2,3 番手争いがずらっと広がっているが、間をつくようにアースライズがポジションを上げてくる。アースライズポジションを上げてくる。内からはムーンエクスプレスコンセッサトゥーレ、ムーンエクスプレスコンセッサトゥーレ。さらに外からは7番のクルミナルが足を伸ばしてくる、クルミナル足を伸ばしてくる。しかし先頭はレッツゴードンキ、レッツゴードンキ、レッツゴードンキだ。ゴーリ2着7番クルミナル、3着争い大接戦。外には16番ながらフラワーがつけて 1400m を通過して、内に7番のアスカビレンの体勢です。あとは2馬身差、内4番ロックキャンディー、そして外にはゴージャスガール、3馬身下がって後方に9番リアンドジュエリー、後方から4番手タマモボレロ、アドマイヤピンク、そして3馬身差最後方17番レッドカーラの体勢で、さあ各馬これから3コーナーを迎えます。グリシーヌシチー今 1000m を通過、前半 1000m は1分2秒6です。第3コーナーをカーブしていきます。2番手につけている5番シングウィズジョイ、 3,4 コーナー中間へ、あとはフロレットアレイが3番手、内控えて6番リアマイダーリン4番手、 3,4 コーナー中間を通過、あとはバンゴール、そしてサダムブルーハワイ、内が1番のマキシマムドパリで第4コーナーへ向かいます。あとウィンアキレアの体勢です。そして外を回りまして10番エバーシャルマン、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。さあ先頭はここでどうか、わずかに先頭は5番シングウィズジョイ、シングウィズジョイ、内頑張っている15番グリシーヌシチーです。 400m を通過しました。あとはフロレットアレイ、内をついているのが6番のリアマイダーリン、坂を上がって横に広がってくる、間からは11番バンゴール、さあ坂を上がりました。先頭はどうか、抜けている5番シングウィズジョイ、 200m を通過した。間からは1番マキシマムトパリ、内をついている6番のリアマイダーリン、リアマイダーリン、シングウィズジョイがわずかに先頭2番手接戦、マキシマムトパリも追い込んでくるが、シングウィズジョイゴール、シングウィズジョイ後方寄りを進んでおります。その後にマダムウルルが行っております。その後ロカ、最後方が8番のシャルールという体勢です。スタートしての1000メートルですが、1分3秒前後で通過しております。まもなく内回りの第3コーナーを迎えます。パワーウーマンが先頭です。リードが4分の3馬身となって、フローレスダンサーが現在単独2番手の位置、 AT ロゼッタ3番手、残り800を通過。その後からは鈴鹿マドンナが4番手、5番手の位置にはタッチングスピーチ、そして外からはカゼルタ、中段馬群の外目になります。そして内々ダイワプロパー、外からはウォーターラボが追走して、その外に馬体を合わせていきました。ミッキークイーンが徐々に先段めがけてポジションを上げていきました。さあ後方からロカもスパート、ロカもスパート、先段から後位が固まってまいりました。第4コーナーから間もなく直線コースへと向かいます。さあフローレスダンサーパワーウーマン直線コースへ向かって、 AT ロゼッタは交代変わって、外からはカゼルタ、連れて外に持ち出していったミッキークイーンとロカ、ミッキークイーンとロカ馬体を接して伸びてまいります。さあここでミッキークイーンが先頭に立つか、内フローレスダンサー食い下がっている、外からロカ、外からロカ、しかしムチが入る、7番のミッキークイーン先頭だ、ミッキークイーンゴーリ、ロカ2着。残り 1000m の標識を通過して、先頭はダイアミランダ、リードは1馬身、2番手には12番のブルローネ、単独の2番手で上がっています。3番手は並んでいます。9番のホワイトウィンドが続いていきまして、さらに外から接近していきました。14番のエバーキュート、ここは2頭並んでいます。さらには当選ナチュラルが続いていって、その後ろからゴールデンハープ、そして間から11番のエクストラファインで固まっています。その後ろから接近していきました。3番ロッカフラベイビー、外に持ち出して4コーナーカーブから直線コースに入りました。さあ先頭ダイミランダ、ブルローネ、2頭が並んでいます。その外エバーキューと並んでいきました。さらに追ってくるのはゴールデンハープ、一番外からロッカフラベイビー、間をついてディープジェリーに追い込み、ディープジェリーも追い込んでくる。さあ先頭ブルローネ、ブルローネ、ダイアミランダ、2頭が依然として並んでいる。あとは3番手間をついて当選ナチュラルエバーキュート、外からロッカフラベイビー、ディープジェリー持ってくるが、まだ3番手の一戦、その後ろにシャルール。さあ前の争いはブルローネ、ブルローネ、当選ナチュラル、当選ナチュラル、さらには4番ディープジェリー、ロッカフラベイビー、ディープジェリーか当選ナチュラルか並んでゴールイン。